おはようございます。お待たせしました。はい、何です、あれ、これ今日何ですか、カメラありますけど。あなたの響きスタイルです。え、響きスタイル、待ってください、ちょっと私今日すっぴんなんですけど、どうしよう。え、もうと、と、え、撮ってる、一応回しっぱにしてます。マジですか、やばい、どうしよう。ちょっと5分だけもらっていいですか。どうしよう、5分でちょっと顔作るので、じゃちょっと待ってもらって。やばい、仕方ない、これをもう企画にしちゃおう。はい、ということで皆さん、こんあやさん、響きの所属声優が毎日1本ずつお送りする動画、響きスタイル、今日の担当は私、伊藤あやさがお送りします。はい、今日はですね、まあそういう茶番がありましたけれども、今日は5分でメイクをチャレンジできるかっていう、チャレンジ企画をしてみたいと思います。実際にね、測るわよ。5分、あ、ストップウォッチがある。じゃあ、それを測ってもらいながら、私は5分で髪も髪込みでいかに、私ちょっと自信あるんですよ、結構メイク早いんで、5分でメイク、ヘアメイクを仕上げるというチャレンジをしてみたいと思います。ということで、今日の女子力アップはそういう感じで、今日はトライアル、タイムトライアルしちゃいますよ。さあ、では早速、待って、ちゃんと紹介もしつつやるからね、いきますわよ、ちゃんと並べた、私いきます。それでは5分トライアルスタート。はい、まずですね、はい、このエレガンスの下地をグリーンの下地、グリーンベースです。はい、これを頬にささっとあれします。赤みがね、私結構すぐ赤、顔が真っ赤っかになっちゃうんですよ。なのでグリーンでこの赤みをね抑えるやつします。まあでも基本的に頬周りですけど、私はもうめんどくさいからもう全部これ塗ってます。これを塗るとワントーン上がる気がするのです。で、結構ね、下地はちゃんと薄く広げて、ちゃんと広げなきゃムラというか、よれると言いますか、なのでちゃんと伸ばします。うん、で、私はめんどくさいので、おでこはね、こう前髪つも下ろしてるので、なんかし、お仕事、いや、なんか、撮影とかがない限り、まあ今撮影ですけど、塗りません。そして、もうめんどくさいので、こちらです。はい、アルビオのし、なんだっけ、モイスチュアシフォンファンデ。もう、パウダーです、私は。リキッドの時期もあったんですけど、なんかパウダーの方が意外と調子がいい説が。これもね、すごい薄く伸ばす方が綺麗につくんですよね。だから薄く伸ばしましょう。伸ばします。はいはいはい。とにかくね、ベースは薄く仕上げる方がなんか私は合ってるというか、なんかね、厚く塗るとなんかすごい目が小さくなるんですよね。不思議ですね。そう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 、もう私はこれで完成ですよ、ベースは。でね、今持ってないけど、スピンパウダーってわかるかな。スピンパウダーっていうね、なんだっけ、お風呂上がりとかにもつけていいパウダーがあるんですけど、あと3分、それをおでこに塗ってます。それでなんか汗とかかいた時に前髪がペシャってならないようにしてるけども、今日は持ってないので、こちら、じゃん、エレガンスの、ラプードルオートニュアンス1、これはお粉です。これも基本なんかお直し用に使ってるんですけど、まあ、おでこにもそれをちょっと、これもすごいね、なんかよれないらしい。めっちゃいいですよ。陶器肌になれる。まあこれをね、まあ本当は直す時だけですけど、なんとなくはたきます。はい。チークは私はしません。その時によってね、変わるんですけど、さあここでアイシャドウです。アイシャドウはもうね、あ、ちょっと、はい、アイシャドウはこちら、ルナソルジェミネストアイズ5、ルナソルルビーと言われてるやつです、通称。ね、すごい可愛いんですよ、色味が。はい、こんな感じでね、見えるかしら、キラキラピンク系なんですよね、ピンク紫系の。これの左下、左下この、これ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 ね、これ
お、めっちゃ使ってる。ちょっとくすみピンクが好きなんですよね。あと2分。はいはいはい。ちょっとちゃんとね、ヘアアイロンをセットして、これを目の上に全面に広げます。はい。で、目の下にも同じ色で。私はね、こう割と単色塗りがすごい好きなので、単色で塗っております。はい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 、塗りますよ。こんな感じかな。目のね、目尻とかにもここら辺ぐらいまでファッと広く広げるのが好きです。そしてこの定期的にこのライトを浴びて濃くないかチェックします。私はすぐ濃く見えちゃうので、そこはポイントですね。で、この一番濃い色も目尻にシュッと、ちょっとね、垂れ目っぽく目の下から。あと1分。いや、ま、無理無理、絶対無理。ちょっと待って、あと1分は無理だよ。待って、ちょっと先髪いこうかな。これで世に出れるように、もう髪はもうね、もう毛先さえ、前髪と毛先さえできたらいいので。やばい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 、後ろ側はもう知りません。はい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 、あと1分、あと1分はやばい。ちょっとのんびりしすぎた。前髪前髪はっ無理。はい、おでこやけどしないようにね。私はもう最近ここ1ヶ月で3回ぐらいおでこやけどしてるので気をつけてくださいね。はい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 、もういいでしょう、これでいいでしょう。はい、もう髪はもういい。あと5秒、あと20秒、25、アイラインいけるな。アイライン、はい、目尻だけささっと。ダメ、私結構こういうとこです。はいはい、あ、いいんじゃない。何秒？ 5、4、3、2、1。はい、終了。しなかった。でもなんか終了してない割には終了したんじゃない。ちょっとアイラインやばいな、怪しいな。な、何、敗因はなんだ、なんだろう。紹介が長かった。あ、それかもしんない。先に全部紹介してからやったらよかったのかな。やばい、アイラインがめっちゃちょっと気になる。ちょっと気になるわ、アイライン。ちょっと引き直していいですか。でもね、でももう肯定的にはあとアイライン引いたらまあ終わり。あと髪をちゃんとやること。うん、はい、引きます。はい、できました。できた。いや、髪も相当適当でしたね、私。いやー、はい、もう本当に意外と適当なヘメイクですね、これは。仕事用じゃない、これは大学の費用ぐらいですね、これは。こちら不老不死のなんかプラス1度温度上がる感のやつ。なんかね、色とかでそのなんか温度、自分の持っている温度からプラス1度とかマイナス2度とかなんか5度みたいなのに分かれてるリップ、すごいね。ベスコス入ってた気がする。ベストコスメ、おすすめ、とても良い。はい、できました。めっちゃ薄いわ。だってまつげも上げてないし。でもね、そう、いつもまつげパーマをしてて、でマスカラ落とすの下手くそだからすぐまつげ抜けるんですよ、私。だからもうパーマしてマスカラはしないっていうのが結構普段メイクですね。普段そうしてます、普段メイク、うん、はい、ということで、どうですか。ちょっとなんか薄いなんか、薄いな、これめっちゃ薄いわ。はい。でもね、なんかね、舞台終わってからもう最近毎日めっちゃ薄いです。もうほぼすっぴんのような日々ですけれども、まあそういうのもありだよね。はい、ということで今日はここまでです。女子力アップップ、たまにはね、こういうちょっとなんかチャレンジ企画みたいなのもやってみたいなと思っております。今度は何をしようかな。ということで、動画はね、ぜひ皆さん毎日誰かが更新していますので、ぜひ気に入ったらチャンネル登録をしてもらえたら嬉しいです。ということで、今日の担当は伊藤彩でした。バイ、彩さん。